はい、えー、どうも吉しです。やばすぎる仮面ブック向けーー、はい、言えてない。えー、いきます。お疲れ様です。サンキュー級ッド結果報告です。今回はブックメーカー VS 協定の第2弾です。おつひ表を見て実際に購入している様子をお届けします。よろしくお願いします。あ黒子の切れたが中途半端で申し訳ありませんでした。反省会しました。笑い、今後につなります、はい。まあ、あのね、この前、黒子さんが切れたみたいな感じでね、あのー、ちょっとね、演技がね、 演技がちょっとね、足りな黒子さんのちょっと演技が足りなかったんじゃないかなと、もっとぶち切れて、もうどうなってんだみたいなね、どうなってんだみたいなね、もっと白熱したちょっと演技が欲しかったですね、演技がちょっと、黒子さんの演技、まあ、黒子さんは <laughs> 演技求められないんですけど、今回、演技求められてますから、黒子の演技次第で、この面白くなるかならないかっていうのは決まってくるんじゃないでしょうか。はい 今後ちょっと黒子さんがキレてるかどうか。もうキレキレのお願いします。黒子キレキレ動画。黒黒、黒黒キレキレ動画。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、今回ですね、なんと、競輪ですかね、これ。競艇か。これなんか、競艇の人なんか、うん。なんか可愛い人もいいのかな。もう、競艇初めて見ましたね。はい。ということで、競艇、なんと、 VS 協定ということで、はい。こちら、送ってきていただいたので、ぜひ協定もうギャン、ギャンブラーにはたまらない動画になるんじゃないですか。ギャンブラーには、これね、ギャンブラーにはたまらない動画になると思うんで、ぜひご視聴ください。はい。では、切り替えます。どうぞ。おわしです。はいです。はい、よろしくお願い,いたします。うございます。 ということで前回お話をした通り、今から僕がこの和泉が実際にベッドすると、いうところで進めていきたいと思うんですけども、そうだ。さあ、さっぱりわかりませんが、なんですかこれ、これどう、えっと女子ですか。女子ですね。女子で何に走るの？一、二、三、四、五、六、六停？六停ですね。六停って言うんですか。はい。六停走ると。はい。で。

だからまあネットにつながってりゃあなたの携帯からいつでも投票もできるとうですもいう、はい、ことなのでまあ先ほど1000円をきちんと渡しました。はいはい、で、1000円分をもう一発で別途,別途投票し<票>たいと思いますので <laughs> さーてとさ<あ>えーこれは何ですかどれ何がえまず、ねまあ、協定は内側が有利と絶対的に内側が有利。<laughs> のこれ1っていうのは内側が1番ってことですね。1、2、3、4、5、6というふうな感じですね。で、その1とか2とか書いてある、5書いてあるじゃないですか、その横に B2 とか B1 とか書いてある。B2、B1、A1 ありますね。で、これが選手のランキングといいますか、選手は4クラスに分かれるわけですね、全部で。はい、1軍、2軍、3軍みたいなものですね。 上から A1。あ、これですね。はい。A1。A2。A1。A2 がいない。はい。で、B1、B2。B1、B2。っいうふうな感じになります。なので、ここは。これ、B1 の F って何 ?F はフライングキャッチですね。一回ペナルティを。ああ、今、一回ペナルティを食らってますね。ペナルティを食らってますね。はい。何かしら、カップ的な話ではないですね。そんな、この人だけ出るんですか。それ考えてみで、えっと。 で一番内側じゃなくてその1位2位を僕は当てればいいですか今回はそうですずっと言った三3分の1ですねあそのいわゆる3分の1三3分の1は当たるでしょうよ選んだ人が2着までに入れば当たりと当たりとそれが何副賞ってやつ副賞ですねそれどこでこの画面でも見えるんですか お、あ、できましたね。これ三連単ですよね。二連単なんで、乗ってない。ないですね。かもしれないですね。お、ね、そう、そう、いいか。副将。二、二、あ、ないですね。ないですね。ないということは。私が確認します。え。じゃん、はい。<あ>現時点ここには乗ってない。乗ってないですね。ほう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 、あ、そうなんですね。 えとこれは時間が当たっても乗らない乗らないですね。といどこどでこの,この試合はその副賞っていうのはないってことあります。あるんだけども、サイトに載ってないってこと基本的にもう安いんで、配当が。<あ>基本的にもうう求められてないんですね、情報が。ははえじゃあ、ちょ2連単とかでやれば、乗ってるってことこれが3連単ですね 三着、二着、三着、三着を決めるところ。当たるかそんなもん。二連単は一着二着？二連単は一着二着。あ、じゃこれいきますか？で二連福だったら一着二着入れ替えでも OK ですね。なるほど。じゃこの二連福いってみましょうか。二連福ですね。はいで、えっとじゃこ枠で行けばいいですか？一四とか。そう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 。ああそういうことですね。でこっちが単でこっちは服なんで。あこっち行きますね。はいそっちです。 これ一二三四五あって、そうそうこの横の九点七と八点二てこれ何？がおっです。これオッつですか？はい。五百四点七、えっとそうですね。百円かけたら五万円。五百そうですね。五万円になりますね。そうね。ええ。五万四百円ですね。ははは。えどうこれ一じゃあどうやって買うんですか？一二とかそういうこと？そうですね。一二とか二三。一二っていうのはこの一の中にこんだけ枠がある。え、どどどどど、ちょっとめっちゃってないな。 1着と2着をまあ選んでその1着2着が裏返しああでもいいってことですね o あじゃあ分かりましたじゃあ113で13あいいと思います13はいはいいいですねいいですね13でいきます13でその13どうやって買うんですかあそっちで買えるんですねそそうう、で13を買うとじゃあ13を今黒子さんが了解です買ってくれるっていうことで。 一一三三これでもあのいつか確率的にはだいぶあの三分の一より上がりますけ、ね、ど、はい、だって他ないでしょあそうですねこれ載ってないですもんね,ねこれ載ってなかったらあんまりオフィシャルサイト興味がないんでそうですよねまあでも結構皆さん三連単をやるわけでしょそうですそうですそうですほとんどの方が13で5.6倍あいいんじゃないですか これは一番人気かな。いや一番人気が二番三番 3.。二三が三点八。二の人の方がランクが B ワンだったんで。あなるほどですね。一号艇が B ツーの選手だったんで。はい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 は二、はい、じゃ二と三じゃないかい。あじゃあ二三行きますか。その二、ね、三と外しても意味ないもんね。そうですね。ねそのじゃあオッつ通り結構高いところに行きますか。 一番人気です。ここ二三。じゃあ二三でいきますよ。二三で。二三で。はい、わかりました。二三で一口いくらとかなってんの？ええ、一口百円からいきます。ということは十口かける、買えるってこと？あ、そう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 。そね。あ、じゃあそれでいきましょう。じゃあ二三で十。二三で十。なので十とか百、千円。千円。はい。この二と三、二三ですよ皆さん。二三で買います今から。二三。二三で買います。で、えで、ああともう五分ぐらいでスタートですね。はい。締め切りなんで。はい。 2、3を応援して。ということで、今回、この若松協定、12月の17日17日、日曜日ですね、日曜日の夕方、4時45分前、4時44分、実際にこれをベットしまえ投票します、2、3でやりますんで。ということで、まあ一旦これをじゃあ、ほどいて、まだ次回。 お伝えするということで。はい。はい。二三で。二三でいきますんで。はい。よろしくお願いいたします。もう初めてだね。だ <laughs> 全然わかんないわ。まあ、でもね、ブックメーカーも初めての人もこんな感じなんだろうね。見方もわかんないもんね。わ、うん、かりました。じゃ、あそれでやっていきますんで。はい、ええ、じゃ、今回のところは一旦これで。とい。うこええー、最後までありがとうございました。ありがとうございました。